バルディノート地震とは1693年1月11日にイタリア・シチリア島のカターニア近郊で起きた地震である。イタリア時間の13時30分頃に発生した。地震の規模はマグニチュード7.6でイタリアで起きた中で最もマグニチュードが大きな地震であり、シチリア島で起きた中でも大規模な被害をもたらした地震であった。また、バルディノートとは シチリアの古い行政区分番路の一つを指している。地震の犠牲者は6万人以上であり、その主な内訳は以下である。カターニアでは当時の人口2万人のうち1万6千人が亡くなった。そのうちの5千人はラグーザで命を落としたが、ラグーザの人口は当時9950人程度だった。レンティーニーでは人口1万人のうち4千人が亡くなった。 グランミケーレ、グラミチェルには当時2910人の住民がいたが、そのうちの52%が亡くなった。白草では人口15399人のうち約4000人が亡くなった。地震が多いイタリアの中でもシチリアは特に地震が多く、この地震や1908年のメッシーナ地震のような大規模な地震が7回起きている。ありがとうございます。